平和で美しい国、信じ合える人ばかり、だけど明日はどうなることやら、誰もわかりはしないさ。けさら、けさら、けさら、私たちの人生は階段を手探りで歩く。日生劇場でのリサイタルは、演出に劇団四季の浅利慶太さんを迎え、最後となった昭和55年の3月まで、私のライフワークともいえる大切なステージとなりました。だけど背き合うこともきっとあるだろう、誰もわかりはしないさ。けさら、けさら、けさら、私たちの人生は涙とギター。はじめまして、越路吹雪って言います。どうも、岩谷時子です。不思議なのよね、あなたの歌は夢の中に連れてかれるっていうか。私たちの人生は、パリに行こうと思うんだ。パリ？うん。私には何にもない。私の歌には中身がない。まるで月夜のカニだ。自分が歌を歌っていたこと、魂がなくなっても覚えておきたい。生まれ変わってもまた歌を歌っていたい。私は一生腰吹雪でいたいの。そうじゃないけどさ、お母さんもガンで死んだし。何バカなこと言ってるの。関係ないわよ。あなたはトラ、お客様は猫。人の評価なんて関係ない。大事なのは自分がエンジョイできてるかどうか、自分が自信を持ってやれてるかどうかってことなのよ。けさら、けさら、けさら、私たちの人生は階段を手探りで歩くようなもの。えさら、さらける、けさら。多くのお客様たちにお会いできて本当に幸せなひとときでした。